い、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はモンスター厳選やっていきたいと思います。今日厳選するモンスターが、これですね。はい、ストームライガーです。まだ、おしゃれさんはゲットしたことがありません。多分、腕章をつけてるのが、一番最初だよね。腕章と、あと、ドクロの仮面みたいなの被ってるやつも見たことあるんだよね。うん、あとどっかに傷があるとかそういう感じじゃないですか。多分、一番最初に現れるのが、腕章のような気がする。うん、キラーパンサーとか確か腕章からスタートだったので、こいつもそれで間違いないんじゃないかな。はい。まあ、とりあえず、朝にしてからやっていきます。ここでやっていきますね。ちょっと周りに3体ぐらいいたんだけども、片付けました。ここだったら見やすいかな。確か腕章は右手にするので、右手を注視していきましょうね。うん。多分まずは腕章だと思うし、これ正面向いて出てくるので、仮面をしてるっていうのをすぐわかる。OK, OK. ま、とりあえず、腕章をしてないかを、しっかりと見ていきましょう。やっと出た。これ、あれかな？仮面が最初？かな？あ、いや、手になんかつけてる。手なんか違うわ。手が違う。え？なんか爪みたいなのつけてる。あ、なんか爪みたいなのつけてたね。え？わかんない。とにかく、腕章じゃない。うん。なんか鉄の爪みたいなのを装備してるやつだね。ちょっともうちょっと探しましょう。わかった。これね、爪をつけてるんだわ。わかりにくい。ほんとこれわかりにくいよ。こいつ爪つけてる。なんかね、爪をつけてるよ。すっごい分かりづらいよ。ものすごい分かりづらいんだけども、そうか、腕章じゃなくて、爪を装備してる。うん。それがもう、とにかく見えにくいよ。これは厳選しにくいな。マジで分かりにくい。これね、出た瞬間ね、全然分かんない。歩き出したら、なんかね、手元に違和感があるので、歩き出せば分かる。うん。歩き出すまでは本当にこれわかんないよ。つけてる？わからん。うん？白っぽいのつけてる？どう？あ、つけてるつけてる。鉄の爪をつけてるわ。あ、これ色わかりにく。そろそろ30分が経過しますね。いや、本当にね、これ見えにくい。すごい注意しておかないと、いけませんね。これ、ほんと難しいよ。OK。もう夜だね。ちょっと朝にしてきまーす。よかった！久しぶりに出てきた！いや、ちょっと待って。緑色？爪。いや、青。黒じゃねえな。あ、爪、青ですね。青、青。青と、金色とシルバーだ。あ、黒に見えてたのは、青っぽいですね。はい、また出ました。でも、あと残り15分ってところ。え、これ爪、あ、装備してる。え、でもこれ黒っぽいぞ。え？爪の色4種類ある。いや、今のは確か黒だったと思うんだけどな。黒と青とシルバーと金。え、色が多めなのかな、こいつ。おー、最後、結構立て続けに出てきてくれますね。オッケー。これは意外と強い個体が出てきてくれるんじゃない？で、多分一番強い技が今の大車輪ってやつだね。うん、あれは間違いなさそう。多分全員持ってるとは思うんだけども、問題は特性だな。それでは1時間終わりました。どんぐらいだろうね。十何体かは出たと思う。多分。虹じゃないやつもいるね。あ、違うか。こいつだけか。
ちょっと待って、仮面かぶってるとなんかこれストームじゃないような感じだね。何のモンスターか全然わかんねえな。はい、ね、全部で10体だ。10体、あ、違う。1体キラーパンサーがいる。キラーパンサーがいるんで、9体ですね。うん、9体。で、爪の色は、あー、なるほど。炎の爪と、鉄の爪と、氷の爪あたりかな。青が一番出にくいんだ。青が一番出にくくって、黒が出やすい。うん、あ、黒っぽいのが、これがシルバーに見えてたのか。黒が出やすくって、次に赤が出やすくって、青が一番出にくいっぽいね。うん、まあ赤と青の出る確率は一緒ぐらいかもしれませんけども、黒はよく出るっぽい。はい、では、まずは、こいつから行きましょう。キラーパンサーだね。おしゃれさんは、あ、持ってるけども、腕章がついてるやつしか持ってません。どうだ？お、5個 !5 個で、力ためと大車輪がある。最高じゃない？特技は最高。特性。もろはかー、うわー、もろはかー、難しいんだよね、もろはを使うのって。常にダメージ受けちゃうんで、あ、でも10ぐらいだったっけ、あ、違う違う、ダメージによって受けるダメージが変わるわ。そうか、うん、ストイックとくじけの心、この2つはすごくいいんだけどね、もろはがよろしくないな。でも特技5つ持ち、なかなか出だしいいんじゃないですか。ではまずはつむじからいきましょう。これは赤の爪と仮面だね。え、あと一箇所はどこだろう？どこが変わるの？あ、わかった！模様だ！顔の模様。この丸い模様と、これがなんか普通のやつだね。炎っぽい模様になってる。この、ブチブチのやつが、体も違うわ。体もブチブチだわ。なるほどね。あ、体の色が違うんだ。はい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 。多分これが、爪だけのやつで、これが爪と体がブチブチだわ。うん。ああ、わかりづら。まあいいや、つむじから見ていきまーす。どうだ、仮面までつけてるよ。で、赤い爪。4つですね。できればね、やっぱ力ため欲しいんだよな。でも、こいつが力ため持ってるかはわかんないね。特性、ああ、2つダメです。2つ。で、しかも、もろはがついてるので、これはお断りしましょう。嵐山。うん。これ体がブチブチで、爪が黒ですね。どう？おー！ 5 個落ち。でも、そうか。力ためは、ストームライガーはないか。ないかもしんない。横。命知らずくじけの心。いいんじゃない？一匹狼で、ダメージアップするでしょ。で、命知らずでもダメージアップして、くじけぬ心で1で残る。うん。あ、これ最高かもしんない。5個持ちで、特性これ最高。うん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 。もしも力ためがないのであれば、これがベストかもしれません。次、ストムックス。こいつも爪が黒でブチブチだね。バギークロス覚えるのか。あ、ということは力ためは覚えないな。おそらく。横は？命知らずくじけぬ弱体。ああ。でもバギークロスはいらないかな。うん。あ、でも魔力意外と高いか。まあ。保留。で、ブライアン。これは爪が違うだけですね。で、特技は4つ。で、モロハ持ってる。あ、これはいりません。レレリー。これは唯一の青い爪ですね。青い爪。で、体は普通だな。体は普通。どう？まあ、うん、4つ。まあ悪くないんじゃない？ダメだ！ダメだー！青でちょっと惜しいんだけどね。これはダメです。で、次。リシツイン。名前読みにくい。どう？おー、5個持ち。素晴らしい。
で、あーダメだ、こっちが良くない。モロハと2つですね。あ、こいつがもう最高のおしゃれさんだね。体ブチブチの、仮面つけて爪もつけてる。ゴンシュが最高だな。あー、バギクロス付きの、5つ。うん、魔力上がるならばこれでもいいね。一匹、あ、悪くない、悪くない、いや、い、素晴らしい、素晴らしいね。一匹とくじけの心で弱体、おうおう、いいんじゃない、もう主人じゃない。第五人なんて名前だそれ。特技は4つの一匹狼の、あー、うん、いいんじゃない、いいんじゃない。次ラスト、あー、4つ持ちの、あー、2つじゃあいりません。はい、ということで、残りましたのがこの5体ですね。この5体から、まあ、良さそうなやつをちょっと残しておきたいと思います。はい、ということで今日はですね、いやー、なかなかね、見分けが難しかった、本当に難しかったですね。今日はこいつストームライガーを、厳選しました。これ厳選の方法が、まずね、爪が変わります。爪。なので、爪をね、よく見てください。若干長いやつがいるので。その若干長いやつが、おしゃれさんですね。で、次に、見分けるのが、仮面だね。ドクロの仮面をつけてて、で、体が、このしましまじゃなくって、ドットですね。ブチブチブチってなってるので、それを探してください。まずは、爪だよ。爪からスタートなので、爪が違うやつを見つけてください。本当に、見分けにくいです。うん。でもまあ、イモータルパールよりは、マシだったかな。あれは本当すごい見にくかったんだけども。うん。まあ、とりあえず、1時間やりまして、9体、仲間にすることができました。難しいのでやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。